開いた。手袋した方がいいね。はい。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はデアゴスティーニさんが2012年に発売されたトヨタ 2000GT の第5号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんがたくさん送ってくれていますので、1個ずつ組み立てていこうと思います。はい、それではこの動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの週刊トヨタ 2000GT の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。なんか手みたいのが入ってる。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。それでは今回はね、これなんかパイプみたいな感じかな。あとマフラーはね、2本出しなんですね。かっこいいですね。そしてね、マガジンはね、幻の、マフラー2本出し。幻のね、このゴールドの 2000GT っていう、これ、世界で2台しか作られなかったんですよって、それがね、今どこにあるよみたいな、そういうね、かっこいいゴールドの 2000GT のお話がマガジンで書いてありました。ちょっと読んでね、面白かったです。はい、それでは今回はの作業はマニホールドとマフラーを組み立てる。マニホールド最近よく聞くんだけど、まあ、車をね、いろいろデアゴスティーニさんで作るとやっぱエンジンらへんでマニホールドっていう名前がよく出てきますね。今後ではこのエンジンの右側にマニホールドを取り付けます。で、直列6気筒 3M 型エンジンのマニホールドは前後3気筒ずつの集合管となっており、この3気筒っていうかね、パーツの形状が似通っているので間違えないようにしましょう。またマフラーの先端に取り付けるエキゾーストパイプは片側の先端が鋭利なので怪我をしないようにということです。はい、それではまずミラーから。ミラーの状態を確認してください。はい、開けます。まず右の、これ右のフェンダーミラーなんですけど、こう見た時に半分だけ黒っぽく塗装されています。半分だけ黒っぽく塗装されているのは防原処理、反射した光が目に入っても眩しくないようにする処理がしてあって、ピンとか出ない 2000GT のこれが特徴なんだそうです。で、このフェンダーミラーの面には表面を保護する透明なシートが貼られています。これはパーツをボディに取り付けるまで剥がさないようにしばらく保管しておいてください。
号数を記入したビニール袋に入れて大切に保管してくださいということなので、これは一旦しまって5号って書いて保管だそうです。はい、じゃあ次、マニホールドのが2個あるんですけど、これにここにね F と R って、ここに F と R って書いてあって、これをこうした時にこっちが F でこっちが R なので、こうですね、はい、これをここにつけます。接着とは書いてないけん、このままギュッ、あ、入った。本号で提供するマニホールドは前後それぞれ3本のパイプを1本にまとめてありますが、形状が違うから気をつけて。実車の 3M エンジンは直列6気筒で、2本のエキゾーストパイプによって排気を行い、マニホールドは各気筒の排気ポートとエキゾーストパイプをジョイントするパーツです。長さや形状は排気効率を左右し、エンジンの性能に大きく影響するらしいです。読んでてちょっとあんまり意味分かってないですけど、そういうことらしいですって書いてあります。はい、それでは次に、じゃあこれは完成。簡単でしたね。パチンパチンと組み立てて、結構組み応えがありますね。はい、マフラーいきます。マフラーとエキゾーストパイプ、ピカピカ。これをですね、なんかちょっと楽器っぽい、これをこの向きでこっちに尖ってる方を上に向けて、これを取り付けます。エキゾーストパイプがマフラーに対してまっすぐ取り付けられない、あるいは取り付けが緩くて曲がってしまう場合は別の機械で紹介するから現段階では気にしないでねって書いてあります。それよりもここが入らんね。うわ、尖ってる、まあ、大丈夫かな。はい、こっちも、こっちは入った。手袋した方がいいね。はい、じゃあこの上とこれが尖ってるのがこういう向きでいきました。はい、じゃあ今回はこれで完成です。これとこれね、美しいメッキ処理が施されたマフラーと艶消し仕様のエンジンが金属の質感と重量感を醸し出しております。それでは、今回5号はこれで終わりです。トヨタ 2000GT の組み立て動画は、また再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そして、タンサックでは週に2回模型作りの生配信をしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。何これ。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またねー。
タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。